スニア F ゼルドビッチ効果、またはスニア F ゼルドビッチ効果は、宇宙マイクロ波背景放射の光子が銀河団を通過するときに、高エネルギーの電子によって散乱され、CMB のスペクトルがやや高エネルギー側にずれる現象。観測された CMB スペクトルのずれは、宇宙の密度節動を検出するのに利用されている。この効果を用いることにより、 いくつかの密度の高い銀河団が観測されている。スニア F ・ゼルドビッチ効果は、さらに次のように分類できる。ラシード・スニャー F とヤーコフ・ゼルドビッチがこの効果の存在を予測し、1969年、1972年、1980年に調査を実施した。この効果は、主要な宇宙物理学的、宇宙論的関心事となっており、 ハップル定数を決定する上でも大きな助けとなることが期待されている。銀河団に近するこの効果を通常の密度接動に起因するものから区別するために電磁スペクトル依存性と CMB 変動の空間的依存性の双方が用いられる。CMB データのより高い角度分解能での解析においてはこの効果を考慮に入れる必要がある。 この効果自体の研究としては、ボルツマン方程式を用い、CMB 格子と電子の2回散乱を考慮した熱的効果が計算されている。現在の研究は、この効果が銀河段間のプラズマによって、どのようにして生ずるかというモデリングと、ハップル定数の評価へのこの効果の利用、背景放射の揺らぎの角度を平均統計における異なる成分の分離、 といったところに焦点を当てている。この理論における熱的効果とキネティック効果のデータを得るため、流体力学的な構造形成シミュレーションが研究されている。この効果の振幅の小ささと観測エラーとの混同、CMB 温度揺らぎなどの要因のため、観測は容易ではない。しかし、この効果は散乱効果であるので、その強度は赤方変異に依存しない。これは、 非常に重要な点であり、この方法によって、高い赤型変異を受けた銀河団を、低い赤型変異の場合と同様に、容易に検知できるということを意味する。高い赤型変異を受けた銀河団の検出を容易にしている、別の要因は、角直径、赤型変異関係である、統計的に、角直径を赤型変異の関数とみなした場合、赤型変異 Z イコール0.3から2では、 各直径の変化は小さい。つまり、この範囲の赤方変異を持つ銀河団は視野内で同じようなサイズを持つということである。この効果によって発見された銀河団を宇宙論パラメーターの決定に用いる方法はバルボーザラによって示されている。これは今後予定されているサーベイで得られるであろう。ダークエネルギーの力学を理解する上で参考になるであろう。 ありがとうございます。